つんこさん、りゅうくんの次男で、子供の頃、勉強も運動も牧場もスペックが SS だった、ケイスケくんを覚えてますか？確か、夢が調教師だったハリーポッターですよね。ちょっと似てますけど、ハリーポッターではないです。それで、そのケイスケくんなんですが、この度、厩務員を志すとのことです。夢の調教師への第一歩って感じですね。ケイスケくんが育てたお馬ちゃんに、リュウくんが騎乗して、報酬三冠とか狙うなんて、ロマンに満ち溢れますね。でも、三男のしげるくんは、騎手家庭だったにもかかわらず、結局牧場スタッフになってるし、ケイスケくんも途中で夢を諦めて、また牧場スタッフに戻ってくるかもしれませんね。そんなこと言わないでくださいよ。それでは2016年です。今年は、アルファセントーリというお馬ちゃんを購入しました。前回第1部の2016年は、ジャスティファイを購入しましたね。こちらのお馬ちゃん、史実での成績が10戦6勝、内 G1 レースを4勝しているようです。残念ながら故障により、2018年のメイトロンステークスを最後に引退しているようですね。そして今年3歳になったお馬ちゃんたちですが、今年もそこまで目立った勝ち方はしてないんですけど、全体的にまあまあ頑張ってくれましたので、早速レースをお届けしたいと思います。それではダイジェストでご覧ください。さあ、世代の頂点をかけてクレピナジーン先頭、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。クレピナジーン先頭、里のダイヤモンド先頭、リードを広げにかかります。あと 200m、 これは強い。後方から一気にビーマジェスティ、里のダイヤモンド独走、里のダイヤモンドぶっちぎりです。トワイライトテイメント先頭、さあロビンオブナバ一気に来た。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ロビンオブナバ先頭、前に迫るアルマンドル、あと 200m、 先頭は変わってアルマンドル、2番手はチンギスシークレット、アルマンドル差を広げる。アルマンドル強い強い。アルマンドル圧勝、ゴールイン。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。マンマカーソル先頭、残り 200m、 ここで先頭変わってカニマアイアバンシー、2番手は天馬チャンス、カニマアイアバンシー先頭だ、カニマアイアバンシーゴールイン。さあ決着をつける時が来た。里のダイヤモンド先頭、差が広がる広がる。シルバーステート必死に追います。この差は果たして縮まるか。2番手はシャケトラ、後続は大きく離れました。里のダイヤモンド独走、里のダイヤモンドぶっちぎりです。2着はシャケトラ、3着にディーマジェスティ、里のダイヤモンド三冠達成。見事クラシックロードを先頭で駆け抜けました。間違いなく競馬史に残る偉業です。いろいろとレースをお届けしましたが、結局三冠取れたのは国内で里のダイヤモンドが無敗三冠を達成したのみなんですけどね。最近海外レースに出走させたお馬ちゃんの調子があんまり良くないみたいですね。海外の G1 レースもちょくちょく勝ってはいるので、決して弱いお馬ちゃんを出走させてるわけではないはずなんですが、三冠とかはあんまり達成できてないですね。やっぱりまたリュウ君を海外で騎乗させるべきかもしれないですね。そしてそのリュウ君ですが、相変わらずリーディング成績1位をキープしています。ところでつんこさん、来年はアーモンドアイがデビューするんですが、ちょっと面白い偉業に挑戦させる予定なので、ぜひ期待していてください。どうせアーモンドアイをこき使うような出走させるんでしょうね。では今回はここまでです。それじゃあまたねー。